エリック・トッド・パイカウスキー、1970年9月30日隊は、アメリカ合衆国、オハイオ州、ステューベンビル出身の元バスケットボール選手、NBA のロサンゼルス・クリッパーズなどで活躍した。現在は、クリッパーズの小口オーナーを務めている。ネブラスカ大学で4年間ピュアシューターとして活躍し、1994年の NBA ドラフトでは15位で、 インディアナ・ペイサーズから指名されるも、1994年7月に、ペイサーズとロサンゼルス・クリッパーズとの間で、マーク・ジャクソンを中心とした大型トレードが行われ、パイカウスキーは、ペイサーズでデビューする間もなく、クリッパーズに移籍。以後長く低迷に苦しむクリッパーズの中心選手として活躍し、2001から02。 シーズンには3ポイントシュート成功率リーグ3位の46.6%を記録するなど活躍したが、パイカウスキーのクリッパーズ在籍中、プレイオフ出場は1回のみに終わり、プレイオフに出場できるチームでプレイするために2003年でクリッパーズを離れ、ヒューストンドケッツに移籍。その後は、シカゴブルズ、フェニックスサンズと渡り歩き、2008年以降、契約するチームがなくなり、 引退した。ありがとうございます。